は知多企画です。知多で代々続く老舗チームです。現代表で3代目メンバーも入れ替わり、子どもの多い楽しいチームになり、先代から続くチョイサを3代目らしくアレンジして、日々練習を日々練習を練習をしています。はい、はい、ありがとうございました。知多企画と申します。よろしくお願いします。今からですね、皆さん知ってるかなという曲があると思うんですけれども、パプリカって言います。みんな知ってるかな。分かるなって人はね、手挙げてもらって、ね、前の方来てもらえればね。どうぞどうぞ、ガラ空きだから、おいでおいで。パプリカね、みんなが知ってる振り付けでやりますので、知多企画っていうのが一応踊ってるということで、覚えてだけいただければね、こんなにお暑い中お集まりいただきありがとうございます。すいません、ちょっと頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。この後チームメンバーも控えてますので、またそれも楽しみに待っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。知多企画パプリカ、よろしくお願いします。じゃあ次、ありがとうございます。元気はまだまだいけるでしょ。参加したとは思えないほどの連携力で、はい、脱帽でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。聞こうかな話、逃げない逃げない逃げないよ。お姉さんと言おうか。はい、お姉さんと聞いたもんね、さっき、はい、もうね、さっき聞いたもんね。お姉さん行こうか。お姉さん行こう、お姉さん行こう。全然出れなくて大丈夫。こんだけの観客の前で踊れるってすごいよね。そうですね、すごいよね。見て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 、知り合いいる。知り合いの人手振ってあげてください。こんなに
所とかもしよかったらください。北千住の八幡中学校です。はい、はい、そうですか。またまだもう一回ありますので、次もまた頑張ってください。それでは皆さん、大きな拍手をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。知多喜楽の皆さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。愛知県知多市お隣にあります知多市から来ました知多喜楽と申します。本日ね、人数ちょっと少ないんですけども、子供が主体です。家族もやってます。どうぞ興味のある方がいましたら、毎週水曜日曜日と練習してますので、知多の八幡中学校で来てください。おでこさん、OK かな。はい、それでは行きましょう。知多喜楽でジョイスさん。撤収。